開幕のスタメンが発表されたのが前日の練習の時だったんですか。当日じゃなくて、はい、で前日の練習前からのに発表されて、練習の集中できなくて緊張してて、僕プロでスタメンがなかったので、はい、初スタメンが開幕のスタメン。それってすごいですよね。結構ナイターだったんですけど、うん、次の日の朝もずっと寝れなくて無駄にトイレとか5回ぐらい行きました。トイレが近くなっちゃった。トイレしちゃうわけじゃないですけど好きなって部屋でずっとうろうろしちゃった。そんな中のこう初日はどうでした。まあ、始まっちゃえば、うん、まあ良かったですけど、やっぱ始まるまでが全然緊張してて、うん、なんか独特な雰囲気だったし、まあ、でもそれを味わうことができたんで、はい、なかなかやっぱ買い物9人しか味わえないので、まあ、それを味わえたものとするのは、まあ、これからも生かしていきたいなと思います。やっぱりこう2軍での試合と1軍での試合って全然違いますか。まあそうですね、やっぱ応援の数も違いますし、やっぱ客の数も違いますし、まあ、そういう雰囲気っていうんですか、ね、はい、どこまで難しいですけど違ったものはありますね。でもなかなかね、もうみんなが味わえるものじゃないですもんね。そうですね、まあ、それを味わえさせてもらったっていうのは、とても嬉しいことかなと思います。